秋田県大選手より NHK と県民を守っちゃう秋田県大選手よりイージス・アショウから県民を守っちゃう本日令和2年の1月29日水曜日大雨森林会の大浅大師です。 選挙のプロ N 国党立花隆が選挙が全く分かっていないとした無所属新人さんは882票2.2%得票というタイトルでお送りします、えー、N 国党の立花さんがあ1月の、ね、19日だったかそこら辺に出している取出市議の、ねえー、選挙の前に行ったその動画ですね、えー、応援演説プラス、えー 勝手に到落予想です <laughs>。勝手に到落予想の中でコメントしていて、結ちょっんょにね、結ちょん,んちょに言ってた、えー、海藤和弘さんという方ですね、あの新人さんで無所属で、えー、インターネットポスター事業者を使っていますよっていう点と、えー、刑事責任者が、その、海藤和弘さんご本人であるっていう点と、あとは、えー、ポスターに、その、少々かなんかシールみたいなのを貼っていることを、えー、なんか、 ちょっと小バカにした感じで周りの人が笑ってるんですよね。ファーみたいな感じのその動画配信からですね、えー、実際に選挙が開けて蓋を開けたらその人が当選しましたと882票で2.2%取りましたとで片や N 国党その立花さんが応援演説をした N 国党の、えー、公認候補者岡本幸信さんが670票1.67%しか取れていませんとでその日同じくやっていた、えー、吉川市議会議員選挙という方ですね えーは1.37%ということでまあ2%いかない1.5%前後ぐらいなのかなということですよね。これ等の等 関係あるのむし,むしろマイナス方向に関係ねえかっていうね私はですねあのー、選挙運動を怪しんでるんですけどねあの選挙運動が N 国との選挙運動が逆方向に作用してんじゃねえかっていういや要は無所属新人さんのその882票を得た人のその選挙活動と何が違うのってむしろ N 国とのほうがやってないかって っていうことこなんですよねそれ,それまでに培った党イメージっていうものがこの結果を読んでるのか選挙活動をがその結果を呼んでるのかはたまた今いろいろ話題になっていた選挙期間中にですね、えー、麻雀配信をしたという立花さんがね麻雀配信したというせいなのかわからないけれども、えー、明らかにですけど、えー、落ちてきてんじゃねえのかっていうね まあ数値がね、えー、分からないけど、えー、その今言ったその要素っていうのは、えー、い,つどいつまでたってもその証拠が出てこないんで、何とも言えない、誰も何とも言えないね、そうじゃないですっても言えないし、N 国支持者がな、そんなことねえよと反論感を持ってバットマークをつけるのは、五重ですけれども、えー、コメントできないはず、この数字に関して、ね、あのー、その理由が分からないから、結局、だから私も分からない、分からないけど、この数字は確かですから。 落選したという数字ね、670票と315票、それっていうのは、得票率っていうもので見ると、1.67%と1.37%で、最高動画の中でバカにしていた、その新人無所属新人さんの、海藤和弘さんっていう人は882票で 2. 2、2.2%ですよ、2%超えてきてますよってことなんですよね。で、じゃあ選挙のプロの、プロなんですか っってていいうちょっとねねね、えー、疑念が出てくるわけでですよ、ね、ここで、ね、いやプロなんでしょうね。プロなんでしょうね。これも次につなげたりするんでしょうね。えー、だからプロっていうのは常に、えー、勝ち続けるわけではないですからね。えーまあ、そういうことです。はい、以上です。